はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マギストス大門ゾロアです。さあ本日なんですが、最強のモンスターをご存知でしょうか。皆さんマギストス界のこいつ新パックで登場したこれなんですけども、こいつねマジでやべえ制圧効果持ってまして、シンクロレベル8、魔法使い族チューナーがいます。あのチューナーにで、このカードの01、02、03あって、3番目は一旦自動しか使用できないって書いてあるんですけども、まずシンクロ召喚に成功した場合にエクストラデッキからマギストスを装備できると。で、2番目、これが素晴らしいですね。自分の魔法トラップゾーンのマギストスモンスターカードと同じ種類、融合シンクロエクシーズリンクですねのモンスターの効果を相手は発動ができないと書いてあるんですよ。で3番目に自己蘇生するよっていう効果があるんですけれども、この2番目の効果マジ強くて、今回やっていきたい、動きはですね、このマギストスダイモンゾロアっていうマジでぶっ壊れモンスターに全種類のマギストスを装備しまして、相手 の融合シンクロエクシーズリンクを全て潰すっていうクソゲーをしていきたいと思っております。はい。で、マギストスっていうのはですね、展開に結構いろんなモンスターが使えまして、シンクロもできますし、チューナーがいるんで、シンクロができますし、レベル4並びやすいんで、エクシーズもできますし、で、融合魔法専用のやつがあるんで、融合もできますし、で、1体で出せるリンクモンスターがいるということで、もう非常に素晴らしいテーマだったんですね。で、この、テーマを使って、横に並べてシンクロしたり、エクシーズしたりしていくっていう。で、展開の方法は、対戦動画を見ていただければ分かると思うので、そっち見ていただきたいと思うんですけども、基本的にはこの、ゾロアとかクローリーっていう、横に展開しやすいモンスターを使って横に並べて、でエクシーズモンスターのこのサンドリオンっていうのを出して、でこれがデッキからマギストス出してこれるんですよ、好きなやつなので、こいつを使ってこいつ経由してなんか好きなマギストスにアクセスして戦っていくっていう感じですね。で、エクソシスターの時もやりましたけど、このマギストスフレームゾロワさんがめちゃくちゃ強くて、マギストスを一旦に一度装備できるんですけども、装備すると手札が墓地からレベル4の魔法使いを出せるっていうことで、これでね、墓地にある、エンディミオンとか、サンドリオンとか、この辺のモンスターを出していけるっていう感じですね。あ、ちなみにエンディミオンなんで、魔力統括とかで一応こいつとかサーチできるんですけどね。はい。こいつサーチしたところでこいつが一番強くなってるかって言われると微妙なんで、今回はちょっとあれですけども、そういうこともできますと一応。で、相性がいいのはやっぱりね、魔法使い族モンスターたちなんですよ。これなんでかっていうと、このマギストス、グリモア・クローリーっていうモンスターの特殊召喚条件が、手札か自分のフィールドの表替表示のモンスターの中から魔法使い族モンスターを墓地を送らないと特殊召喚できないっていうことで、魔法使いである必要があるんですよね、手札のカードが。なので、今回は一応、ちょっと宗教上の理由で、絶対入れたかった、魔術師、最強の魔術師、沈黙の魔術師、サイレントマジシャンっていうモンスターが入ってるんですけども、これ以外にもですね、例えばですね、相性がいいカード、エフェクトベイラーとか、これは魔法使いなんで、コストになりますし、ドラグマ、これ特殊召喚できるモンスターで、シンプルに。例えば、1体で特殊召喚できるじゃないですか。例えば、ゾロアを出して、なんかそれをマギストスに変えれば、アルテミスに変えれば、エクレシアをね、ポン出していきたいとか。でこれ特殊召喚効果は破棄すれば別に特殊召喚できるレベル4のモンスターなんで、魔法使いのなんで、この辺とも相性がいいですし、あとは手札開発でいうとドロール&ロックバロとか、あの辺もね、実はね魔法使いなんですよ。はい。これですね、これとか、こういうのも一応相性はいいです。はい、この辺とね、増殖するジーとハルララが一番強いので入ってますけど、ここを魔法使い族手札誘発に全部変えるっていう説も一応あります。はい。でですね、展開はレベル42体並べていくだけなんですが、マジックトラップカードが結構、マジックカードですね、が展開に意外と寄与してくれるカードが多くて、例えばこれは死者蘇生です。はい。マギストス版の死者蘇生で、これは、マギストスを装備できるんで、アルテミスを装備したりとか、あと、墓地からね、融合モンスター装備したりとかっていう動きをしていく感じ。で、これは手札から、マギストスを出せるっていう効果なんで、ちなみにこの全ての、マギストス魔法カードは、このサンドリオンっていうモンスターが召喚か特殊が成功するとサーチできるんで、非常に相性がいいですね。はい。で、エクストラはね、魔法使いなんで、ハリ・セレーネアクセスみたいな、動きはできるんで、これ一応この、ギミック入ってるんですけど、他にもやっぱりこのレベル8のシンクロがしやすいので、例えば定位の竜騎士であるとか、
バレルロードサベジロードが入ってると。で、ゾロワに装備するとめちゃくちゃ強いモンスターが、あ、ちなみにこれさっき言ったようにシンクロ召喚成功するとエクストラデッキからマギスタス装備するんですけど、装備できる、モンスターがいくつかいまして、まずこれですね、バクラム。これ装備してる状態だと装備モンスターが相手の魔法トラップの効果で破壊されないということで、まあ、例えばサンダーボルトとか、ライトニングストームとかで破壊されなくなるっていう感じですね。で、装備してるモンスターが戦闘するとダメージステージに相手が破壊するっていうすげえ強い効果で、こいつは、打点が1000アップできる装備してるとっていう効果、それからこいつは、融合召喚で出していくことが結構多いんですけど、こいつね、パクる効果持ってました。相手モンスターを、まあ、相手モンスターじゃなくてもいいんですけど、自分または相手のメインフェーズに、こいつ以外のフィールドの表側表示モンスターを対象に取って、そいつに装備できると。自分のモンスターに装備すればもちろんゾロアに装備して融合モンスターをの相手の効果を無効化することもできますし、打点が1000アップしますし、そしてね、だし相手のモンスターに装備したらパクれるんですよ。だから理想盤面は先行、アイワス出しといて、でこのゾロアに、シンクロモンスター、エクシーズモンスター、リンクモンスター装備するっていう、そういうね動きになってます。で、サンドリオンとクローリーが墓地から除外すると墓地のマギストスをマギストスで装備するっていう効果あるんで、これで展開に使っていったそのアルテミスとか、まあニーガルとかを装備していくっていう感じですね。はい、まあ、くっちゃべっててもしゃあないんで、早速ねちょ展開を見ていただきましょう。グエルスタンバイ。なんかゾロアってポケモンいたよね。まあ、ゾロアっていうポケモンがいたということは、これは今回は遊戯王というかポケットモンスターズということですね。これ遊戯王ポケットモンスターズということでいいと思います。はい、まずはエンデミオンの効果によって、装備しましょう。で、マギストスアルテミスを装備、そしてマギストスアルテミスは装備されている場合、デッキからマギストスモンスター一体を手札に加えるとかいうのはマジでぶっ壊れると思っている。まあ、これは一回ね、サンドリオンちゃんを持ってきてクローリーの効果発動、手札から魔法使い族モンスター1体を捨てると自身を特殊召喚できる効果。まあ、こいつはまあ初動で使えればいいんで、まあ、1枚しか入ってないんですけどね、今のところは。ちょっと増やしてもいいという気持ちはある。で、死者蘇生発動、死者蘇生の効果によって墓地で存在するサンドリオンを特殊召喚、そしてこのモンスターを特殊召喚に成功した場合、マギストスマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これでね、融合を持ってきましょう。専用融合あるんですよね、マギストスは。このマギストスインボケーション聖なる法典かっけ、聖なる法典は装備されているマギストスも融合さんにできるっていう融合魔法でございまして、でこのマジックカードを使い最強の融合モンスターアイワスを出していきましょう。装備になっているアルテミスと、フィールド上のこれはまあ正直何でもいいな、これがいいか、墓地の食いたいからこれでいいな。2体のモンスターで融合召喚現れよ、マギストスアイワス。こいつはですね、なんかフリーチェーンでなんかモンスターに装備できて、で相手モンスターに装備してるとなんかサクリファイスみたいな感じでパクれるみたいな、サクリファイスっていうか、まあ、ダークネクロフィアに近いね。でサンドリオンをエクシー召喚、そしてサンドリオンの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、デッキより好きなマギストスを出してくれる最強ぶっ壊れ効果、いけマギストスドロワ。さあポケットモンスターズ始まったぞ、ポケットモンスターズ効果発動、これによってゾロアに装備することによってマギストスを装備することにより、これは一旦これは何を装備するんだ、これエクシーズか、エクシーズ、エクシーズだな、エクシーズを装備しよう。そして、ゾロは装備された場合の効果によって、手札か墓地から魔法使い族モンスター1体を特殊召喚できる、かっこ効果を、そしてレベル4のクローリーにレベル4のゾロアをチューニング、シンクロ召喚現れよ、マギストスダイモンゾロア。そしてマギストスダイモンゾロアのシンクロ召喚成功時効果発動、このモンスターはシンクロ召喚に成功した場合、エクストラデッキよりマギストスモンスター1体をこのカードに装備することができる。そしてフィールド上の装備カード扱いとなっているマギストスカードの種類と同じ種類のモンスターの効果を相手は発動することができない。そして墓地のクローリーとサンドリオンの効果それぞれ発動、墓地のマギストスモンスター1体をマギストスに装備していく。さあクローリーの効果でエクシーズモンスターを装備し、これによって今相手は、シンクロリンクエクシーズモンスターの効果を発動することができない。そして、なんとこの融合モンスターであるアイワスはフリーチェーンで相手のモンスターに装備したりとか自分のモンスターに装備することができるため、実質相手はリンクエクシーズシンクロ融合モンスターの効果を
発動することができない。うお最強アルティメット対話拒否モンスターズ爆誕。これがマギスト最強盤面。やはりこのゾロアとかいうモンスターは最強だった。相手のあのエクストラから出てきたモンスターほど全てのモンスター今効果発動できません。まああのリンクシンクロエクシーズ融合以外のモンスターがエクストラデッキにいるんだったら効果は発動できるんですけども、さあ困ってる困ってる困ってるぞ。怪獣とかは本当にやめてほしい。マジで聞いてないから。これマジでですね、あのデッキによってほど積んでるんで、まあ羽ぼうきとかライトニングソウルとかであのバック除去するっていう手段は一応あると思うんですけど、なんならこれサレンダーされんじゃねえかなって今思ってます。それ正直ね。やべえ、ゲームとして成立してねえ。いやーバックだけきついよねやっぱこのデッキね。あーなるほどね、なるほど。なるほどね。まあそういうこともあるよ、もちろん遊戯王なんだから。ええ。まあでも誘発3枚引けてるからまあ相手止まってくれんじゃねえかなとは思いますけどね。増字取んないとほんと一生自己に散らかしてるだけになるんで、マジでほんと増殖する G だけは通したみたいなとこあるけど、あ、バクヤ君、はい。増殖する、一回増殖するで打つか。で、源流族モンスター見せてトークンが出るとかいう効果を発動する。ここに増殖する G を陣掛けで打ち、これにウララって言われると非常に厳しいが、一応2ビルはいる。まあ、多分これ、流煙から入ってないから、あ、なんかあるね。流煙から入ってないから、まあ、あれなんじゃないかな。あの、バロネスから入らないから、まあ、2ビルは一応通るかもしれない。あ、DD クロウ。は、あんまり意味ないぞ。DD クロー意味なくねえか。それを残しといた方が良かったのでは。それなんかあの無効になるみたいな感覚で使ってっけど、あなたそれ全然無効になりませんよ。除外するだけですから。これ墓穴みたいな、なんか気持ちで打ってっけかもしんねえけど、なんか全然無効にはなんないぞ。はい、ありがとう。さあドローができた。まあマスズの指名者だったね。デッキトップは自己で散らかしてますね。はい、まあちょっとまああの初動若干あれですよね、あの不安要素あるんで。マギストスって、まあ、一番初動一応ゾロは一番初動でもねえか。ゾロはなんか二枚初動なんですよね。一枚初動、明確な一枚初動はないので、で赤章の効果によってバクヤの効果と赤章の効果で、まあこれはもう使っても使っても一緒な。俺どっちしてもワンドローしてたところであんま意味ねえ。俺もはやもううらら温存しよう。2ミリ食らせよ。まあこれであの対策札引かれたらあれだけど、まあ、2ビルはね、食らってくれると思うんだよね、今この感じだと。墓穴あったら打ってると思うし、抹殺もあったら打ってると思うから、まあ、このワンドロー、バケのワンドローで、あの引かれたらあれだけど、さあ、リュウエン効果、でリュウエン効果使ってトークンが出ながら、リュウエン出てくるんで、これ2枚ドローできて、さらに、隕石をね、かますことができるんで、これだいぶ強いですね。ああ、一応初動は来た。初動というか、まあ、まあ初動か。あ、いいね。そして、I don't wanna close my eyes!I don't wanna close my eyes and I don't wanna miss the things。 あ、これアルマゲドンです。はい、これアルマゲドンの主題歌ね。まあ、このニビルはね、あの巷ではエアロスミスと言われていますから。アシナ効果、これは止めた方がいいんじゃない。さすがにちょっとね、モンスターが2体並ぶとなんかここからアナコンダとか飛んでくるかもしれないんで、まあ一旦ちょっと、モンスターが増える効果はうららさせてもろて、もろてで、これで止まっていただきたい。ぜひ。セット、止まりそう。やった。よし。OK、耐えた。耐えたぞ。これで羽ウォークで一回、あの癖カードは除去していこう。まあ、双剣暗転か、まあ、無限抱擁か、あったりと思うんですけども、あのデッキは。まあ、とりあえず、羽打って、相手のバックをしっかりと除去り。あ、抱擁ですね。まあ、抱擁はあんま関係ないんで、別にいいです。ニビルは別に効果もこうなったところで、別にそんな関係ない。で、これは、エクレッシュいるから、ちょっと、ランク4はできるな。まあ、ちょっと一回サンドリオン召喚して、様子見るか。サンドリオン召喚して、融合かこれ。装備するやつ持ってきたら動けるか。装備するやつ持ってきたら動けるか。いや、わかったわ。天才、ひらめいた。これ、マギストス出して装備したいんだ。マギストスメイデンアルテミスをまず1体出すじゃないですか。でこれでリンクモンスターいるんでエクレシア出せます。でエクレシア出せますよ。でエクレシア効果破棄だな。
エクレシア特殊。相手もニビル撃たれたら、ちなみにこれ抹殺できないですけどね、これもうニビル出してるんだ自分で。死者蘇生発動するでしょこれ。でマギストスサンドリオン出すじゃないですか。でこれ出てくると、アルテミス効果発動して装備できますよと。でアルテミス効果、まあ、これはサンドリオンに装備していく。そしてアルテミスの効果でゾロかなんか持ってきたらいいんじゃないですか。これ遊戯王うますぎない、マジで遊戯王うますぎ。わかったわ、これね、ちょっとね、属性が同じなんで、クローリーを、出すに行くしかない。これ、ニーアレルしか出せないもんね、そうだよな。だから、属性を変えないといけないから、クローリーだろ？これは要するに、トリス出して、でトリスで手札から、マギストス出せるよ効果。自分のメインフェーズで、だから魔法を使いつくレベル4モンスター対応特殊召喚できる。これによって、クローリーを特殊召喚。で、こいつ闇属性なんで、サンドリオン進化型いけますね、これ。超変身型。超変身型いく。あ、これ、もしかして今、あれか、セレネアクセスしてたらこれ勝ってた、これ。セレネアクセス勝ちくせえな。あ、もういいや、ちょっと、マギストスの動きじゃなくなるからな、それ。別にマギストスじゃなくて呼べってなるからな。ハリファイバーエフェクトペーラーでいいかな、そんなもんな。ちょっと、オーバーレイト使うじゃないですか。なんかハリセレーネしたら勝てたんじゃねえか説はすげえ今感じてるけど。でゾロは効果で、ゾロは効果使って自分のモンスター選択してマギストスを装備すると。でこれで融合モンスターも装備しておく。でゾロの効果発動、融合モンスターを、装備して、さらにクローリー出す。でだでだな、ゾロワ君出しに行きましょう。ゾロワ君出しに行こう。レベル4の、これはどっちでもいい、クローリーにレベル4のゾロアをチューニングしていく。新規の召喚レベル8現れよ、マギストスダイモンゾロア。そしてゾロアの新規の召喚成功時効果発動。新規の召喚に成功した場合、墓地に存在する、エクストラデッキに存在するマギストスモンスター1体をこのカードに装備することができる。これによってバフラムを装備。さらに俺は墓地に存在するマギストスクローリーの効果発動、このカードをゲームから除外し、フィールドに存在するマギストスにマギストスモンスターを装備するって、これ散らした方がいいですね、これね、これ散らした方がいい、これ散らした方がいい。あ、これ勝てるわ、どっちにしても2000、2100、2000、3000、2000、あ、足りねえか、足んねえな、2000、2000、3000、あ、足んねえ、やべ、やっぱりこれセレーネアクセスした方が良かったですね。やっぱりセレーネアクセスをした方が良かった説はあるが、まあしょうがねえこれは。そして墓地に存在するサンドリオンの効果発動。サンドリオンの効果によりこのカードをゲームから除外し、フィールドのマギスタスモンスター一体にマギスタスを装備することができる。まあこれこっちに散らしとくか。最悪怪獣とかがね、万が一飛んできた時のためにマギスタス装備はね、散らしといた方がいいんですよね、これ。最初ダイモンゾロアに無限に装備してなんかぶん殴ってましたけど、まあ、それはやりすぎっていうことがあった。そしてバークラムの効果、ダメステに相手を破壊できる最強。よしいいぞ。これでちなみに相手は融合シンクロリンクモンスターの効果を発動することができません。セレーネアクセスしたら勝ってるっていうのは本当に見逃して。で相手のターンで、これで、まあ、多分シンクロしてくるしかないと思うんですよ。基本的に、まあ、バクヤとか使って、まあ、課金モンスターの効果は無効にならないんであれですけど、あ、ちなみに今、サイレントマジシャンとかいう最強モンスターが立ってるんで、ライトニングストームとか、羽根暴起とか、流走権限とかも、無効にできます。なるほど。まあ、羽根暴起あったらなんか、打ってると、あ、サイマジあるから打たないかもしれないか。うちトークン出てくる、まあ、シンクロ召喚はいいよ、別に。いくらでもいいよ。シンクロモンスター出てきたところで一切効果発動できないから、ええ、これが最強の双剣メタ。やはりダイモンゾロは最強。ちなみになんですけど、今融合モンスターの効果もリンクモンスターの効果も使えませんので、転移のリンクモンスターとかも出てきても意味ないですし、あれですね、デストロフェニックス使っても意味がないと。でホエールも一応攻撃表示のモンスター全部破壊するって効果持ってるんですけども、まあ、そんな効果も発動することはできないと。最強。流走権限止めちゃっていいんじゃねこれ。沈黙の魔術師サイレントマジシャンの効果発動。サイレントマジシャンは
相手が発動したマジックカードの効果を一旦に一度無効化することができる。なんていう美しくて強い効果、あまりに強い。さあどうする、死者蘇生。何、対象は石将ダニー。ああでも大丈夫ですね、あのどっちにしても効果もこなくなってるんで効果発動できないんで、このバクラム君が知られなければ大丈夫で、石将さんが出てくる。で石将さんも意味ない、まあホエールは2回攻撃効果一応持ってますけど、まあ幸いじゃぶん殴られていく。そして沈黙の魔術師サイレントマジシャンの効果発動、このカードは破壊された場合デッキよりサイレントマジシャンレベル8を特殊召喚できる。あーバカな、クソサンドリオン、いやあいつは2回攻撃効果持っている、まずい、これ破壊されたそっちにいっぱいつけてたんだよな。そっちに結構いっぱい装備つけてたんだよな。あー恨めたー、こういう恨めはありますね正直。まあゾロアに全部つけてもいいんだけどさ、ゾロアに全部つけると怪獣とかめっちゃ怖いからさ、一応散らしてるんですけど、これもしかしたら全部つけてもいいかもしれないですね。もはやこれどっちが正解なのかわけわかんない、プレイング的には。メイン2オッケー、さあ何もできていない、あとはあれがあの双剣暗転じゃないことを祈りたいね。双剣暗転だと一応その、まあ、破壊はされないけど魔法トラップカードの効果でゾロア自身は、ただバクラムが剥がされちゃうとちょっと面倒くさいっていうのがあるんで、これぶん殴るじゃないですか、これ通っていただけると嬉しいな。でバクラムくんの方が発動しない、通るわ、よし来た。そしてサイマジでぶん殴っていく。さあフィニッシュはお前だ、巨大隕石大衝突ドガーン。最強だやはりね、マギストスダイモンゾロワさんはね最強です。全部は装備できないか、あなんかいけそうな気すんだこれ。あーでも融合に触れる手段がないのか、とりあえずクローリーは発動しちゃっていいかな。クローリー発動、クローリーは出すだ、とりあえずクローリー出す。でこれちょっと一番使わなそうなんでフルルドリス、もうちょっとどっか行ってもらうしかないな。これドリスちゃんどっか行ってもらってクローリー特召喚、そして、エクレシア召喚効果破棄で装備カード装備させるやつでしょ。でマギストスアルテミス装備する、アルテミス効果墓地から除外するやつだから、これサンドリオ持ってもらいいな、サンドリオ持ってくる。あちょっと融合どれかは1枚装備できないな、まあ、しょうがないか。サンドリオン融合できなかったら、あちなみにマギストス の, あの展開なんですけども、あの融合モンスターを普通に融合してフィールドに残しておくと、あの一応全部 の, あの装備ができる理論上になるんですけども、融合できないと多分ね1枚足んないんだよね多分これ展開的に。でゾロは効果するはずを、でゾロは効果で、ゾロはにマギストスカードを装備していく。これはですね、融合しねえから融合モンスターでいいな、融合モンスターでいい。でゾロは効果発動、ゾロはの効果によって墓地に存在する、いやこれは手札じゃないとダメか、手札のサンドリオンだな、手札のサンドリオンを特殊召喚、これ墓地に送りたいんですよね。サンドリオンとこれは効果あの無効になってる意味ない、サンドリオンと、クローリーは墓地から除外すると墓地のマギストスをあのなんかマギストスに装備するっていうことを持ってるんで、だから墓地にサンドリオンとクローリーを送っておくと、あのこのダイモンゾラとかいうぶっ壊れモンスターに、まあ、装備できるということでございますな。でここでバフラーも装備していく、そして墓地に存在するクローリーとそれからマギストスの効果、マギストスじゃねえ、サンドリオンの効果発動、フィールド上のゾロアに装備していく、はいはそう装備、そして墓地に存在するクローリーの効果も発動、クローリーの効果を発動し墓地に存在するリンクモンスターアルテミスを装備、これでリンク融合シンクロモンスターの効果は相手は発動できない、そしてサイレントマジシャンの効果によりハープの張り儲けやライトニングストームをケアしていく。よーしいいぞ、これでエンドフェイズだ。まあ、ここで全力展開してますんでね、ちょっと1枚装備できませんでしたけど、まあいいでしょう。これサイマジ出しとかないと、あのライトニングストームハーピーのハリボーキとかでも本当一瞬であのしょられるんで、あのバックをね、それがマジで本当最大の恨めなんで、
まあ、それだけは止めなければいけないっていう。ああ、これも最大の裏目。造園なんだこのデッキ、ちょふざけんなよ。これがこれがはびこってるからさ、ゾロワくん頼りないんだよな。絶対どっか行くもん。これ何これ、何よとかいうなんか謎のカード発動されたし、意味わからんし。もうリーダーは真珠のパラディオン、やばいこと起きてる。アークロード天球のコンボ来ちゃった、終わった。逃げろサイマジ、逃げろ。お前なんで攻撃表示なんだ、逃げろ。うわー